はい、どうも。今日はですね、こちらのお話でございます。 NHK は税金で運営すべしというお話なんですけれども、ちょっとね気になる記事を見つけましたので、まあそちらを元にねちょっとお話をさせていただきたいと思っております。今回ねちょっとね記事の全文がちょっと長いので、まあ全文はちょっと読みませんけれども、ざっくりこういうことを言っていますよというお話をさせていただいて、まあそれに元にね自分のお話をね少しさせていただきたいと思っております。はい、その記事がねこちらなんですけれども、 NHK の受信料は逆進的でコスト高、廃止して税金で運営すべしという記事なんですけれども、このね書いた方、筆者の方が、塚崎、君吉さんという方なんですけれども、この方が言っているのが、まあ最初にね結論書いてありますけれども、 NHK の受信料制度は問題が多いので、公共放送と娯楽放送に分割し、前者は税金で運営し、後者は民営化すべきだというふうに考えている方なんですね。俺もね、まあそれはね非常に賛成です。はい、まあそうした方がみんなのためにいいんじゃないのかなとは正直思っているところなんです。まあ、ただちょっとこの方と俺が違うのは、分けた方がいいっていうふうに言っているんだけれども、俺は別にまあなくしちゃえばいいんじゃないのっていうふうには正直思ってます。はい、NHK 現在の NHK においても、娯楽の部分のその番組については別に必要ないんじゃねえとは思ってるんですよね。高いその受信料をたくさんの方から広く取っているわけじゃないですか。その受信料をなぜ娯楽番組に使うのかなっていうふうに正直思っているので、そんなものに使うんだったらコストを圧縮したりだとか、ね、もっと必要な番組をね放送すべきなんじゃないのっていうふうに思っているので、そんなものをね、その放送時間の1日24時間しかないわけじゃないですか。ね、その時間の大半にね、その娯楽番組を当てはめて、放送しているっていうのは俺はちょっと違うような気がするんですよ。だって別に NHK って視聴率関係ないじゃないですか。基本的に受信料で賄っているわけなので、そのスポンサーがついてね、その広告料で成り立っているような民間のね放送会社とは違うので、その娯楽番組を放送する意味って俺は正直ないと思ってるんですよ。だったらそんなものを放送するぐらいだったら受信料安くしたらええやんっていうふうに思っているので、なぜその娯楽番組をね放送しているのか正直よく分かってないんですよ俺は。だからこそいらないんじゃないのっていうふうには正直思ってるんですけど、皆さんなんで NHK で娯楽番組を放送してるかちょっと分かる方います？よかったらちょっと教えてください。でこの方が言ってることの一つがですね、受信料は逆進的でコスト高ということを言っております。まあどういうことかというと、その所得税については金持ち、まあ、所得の多い方からたくさん取る累進課税制度になってるんだけれども、受信料に関してはそうじゃないじゃないかと、ね、所得の多い人も所得の少ない人も、まあ、多少ね、その減免制度っていうのはあるにせよ、ほとんど同じような金額を取っているわけじゃないですか。それって不公平だよねっていうことを、まあ、この方が言っているわけですよ。でそれ以外にも問題があるというふうに考えていらっしゃってて、まずは受信料の問題、受信料制度の問題点というのもあるというふうに述べていらっしゃいます。そのテレビは持っているけども NHK を見ない方の扱いをどうするのか、まあこの辺はね立花隆さんがスクランブル化に向けてね、まあ頑張っていらっしゃったりするわけなので、その辺のところはまあいつ解決するかはわからないけども、まあ問題点ということでみんな広く認識はされていると思います。でその他にもテレビは持ってないけどもパソコンでね NHK の情報を得ている人をどういうふうに扱うのかって、そういった問題もあるようですし、あとはもう一つがその受信料の徴収方法も問題なんじゃないのと。結局そこにコストをかけて徴収をしているわけだから、税金にしたらそんなね、めんどくさいこともないんじゃないのっていうようなお話もされているわけです。その NHK 党の方も問題にされて、ずっとね、問題にされておりますけども、NHK 集金人の件に関しては非常に問題が多いと思うんですよ。そもそも、その集金をするためにかなりのコストをかけて集金をしているわけで、そのね、お金、集めたお金が本来の放送以外のものに非常に使われていることに関しては確かにおかしいなと俺も思うわけですよ。だから、そういったね、集金のシステム自体もおかしい状況になっているので、まあいろいろね、問題があるんだと。お金が変なところにかかってコストがどんどん膨れ上がってるんじゃないのというお話だと思うんですよ。この筆者の方が言っているのは。まあ確かにこの筆者の方が言っていること、おおむね、そうだよねっていうふうに正直思ってます。で、一つだけ、ちょっと違うかなと思ってるのが、違うかなっていうか、俺的にね、
まあこうなんじゃないのって思うところがあって、そのテレビを持ってないけれどもパソコンで NHK の情報を得てる人に関してなんだけれども、その人って別に電波の恩恵に預かっているわけじゃないと思ってるんですよね。インターネットの回線を利用してその情報を得ているわけなので、受信料というものに関しては俺は無縁だと思うんです。別に受信してないわけだから、そのなんだろうな、受信料の影響下にないわけだから、別にそこに関してはお金が発生しないと思ってるんですよ。もしそれが嫌だったら NHK のね、その情報がインターネット上に流れないように努力すればいいんじゃないのと、ただでインターネット上で見れないように NHK 自身が努力すればいいんじゃないのというふうには正直思う話なんですよ。無料でね、その見れるインターネット上に NHK が情報をね、散らしまくってるんだから、それはね、見られて当然なんじゃないのかなと正直思ってますけどね。まあもちろん違法アップロードとかは別よ。そういうんじゃなくて、だって NHK 自身がさ、インターネット上でホームページとかを作って、そこでね、ニュースとかを配信してるわけじゃないですか。そういう情報って別に無料で見れるわけなので、そういうのをね、どうするんだみたいな話になった時に、いや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 、あなた方が発信してるだけなんだから、それを無料にしているだけなんだから、別に有料で見れるようにすればいいだけじゃねっていうだけの話だと思うんですよ。だから、インターネット上で NHK の情報を得ているっていうものに関しては別に電波と全く関係ないわけだから、それはお金が発生しないんじゃないんですかっていうふうに思うんです。それね、そこからお金を取りたいっていうんだってあれば、例えばサブスクにしたりとか、そういうふうに NHK 自身が対処すればいいだけなので、そこはね、受信料と分けて考えた方が俺はいいと思ってます。だからね、ぶっちゃけの話、俺はね、スクランブル化でも、その国営化でも、俺はどっちでもいいかなと正直思ってるんですよ。まあ、どっちもね、その、いい面悪い面あるとは思っているので、どちらを選ぶかっていう話にはなるかと思うんですけども、ただ今の状況は良くないよねと正直は思ってるんです。それ以外の方法でそのスクランブル化をするのか、もしくは公共放送が、国営放送に変わるのかっていう話だと思うんですけども、俺はどっちでもまあ自分の望むような形になるんじゃないかなと正直思っているところです。でその他には、公共放送は税金で運営すればいいっていうことを言っているんだけど、まあどういうことを言ってるかっていうと、まあ視聴覚障害者向けの番組とか、あとは政見放送だとかね、そういったものは採算には乗らないけども、こういった放送って必要じゃないですかっていうふうにこの方は言ってるんですよ。でそういった部分に関しては税金を使って運営したらいいんじゃないのっていうことを言っているんだけど、まあこの中にまあ国会中継とかも含まれるんだと思うんだけど、まあそういう考え方はいいかなとは正直思うんですよ。ただね、思うのはこれ別にこれってね、その税金で運営しなくてもぶっちゃけやれるんじゃないかなとは思ってるんですよ。これまあその現実的にできるかできないかって言ったらできないと思うよ。なんでかっていうと NHK がそれをやろうと思ってないからできないと思うんだけども、やろうと思ったらできるとは思うんですよ。 NHK 自身がそういう方向に舵を切ろうと思ったらできると思うんだけれども、ただ NHK がそれを望んでいないし、そこにねまとわりつく利権を持った人たちがそれを断固として反対するからできていないとは思うんだけれども、やろうと思ったら今の状況でもできると思うんですよね。可能か不可能かの問題よ。可能か不可能かの問題であれば、別にね、その娯楽作品だとかを排除して、必要な番組だけを残して、まあ、なんていうのかな、受信料をね、必要最小限にして、NHK の規模も必要最小限に絞っていって、っていうことをやろうと思ったらできると思うんですけども、ただ、いろんなものが絡みついていて、できないっていうだけだと思うんですよ。でまあ NHK の改革をして、その意識なんかを変えていく必要があるよねっていうのは多分こういうところなんじゃないのかなとは正直思っているんですけども、間違ってたらごめんなさいね。はい。なんでまあ国営放送とかね、まあ税金で運営しないとこれができないかっていうと、そうじゃなくてただ単に NHK の意識の問題なんじゃないのかなというふうに俺は思ってるんです。だからそれを変えるためにいろんな人が今頑張ってたりするんじゃないのかなっていうのが俺の感想です。で、まあ、この方が一つ、まあ、考えてるのは、その国営放送になったら、まあ、その放送局 NHK は政府の言いなりになるんじゃないのっていうふうに心配してる人がいると思うんだけど、そうじゃないよっていうことを、まあ、この方は言ってるんですね。やれるなら、もう今でも、介入してるよという話なんですよ。
ね、いろんなものを政府が握ってたりするわけなので、やろうと思ったら今でもやってるし、今の状況でやってないっていうふうに思うんであればやってないだろうし、今やってる状況だっていうふうにしたとしてもこういう状況なわけだから別に大丈夫じゃねえっていうような感じのことを言ってるわけですよ。で、他にもその国からお金を出てるようなものってたくさんあるでしょって、例えば国立大学とかは税金で運営されてるわけなのに別に国の言いなりになってやってるわけじゃないじゃないですかって、だからその NHK が国営化されたとしても別に言いなりになってやるわけじゃないと思いますよっていうことを、まあこの方は述べているわけですね。まあこれについてはね、おおむねこれもね、あ、確かにそうだよねというふうには思うんだけれども、もう一つとしてマスコミが仕事すればいいんじゃねって思うんですよ。もしその NHK が国営化されたとしてね、その国の、まあ、情報をね発信していくような感じになっていったとしても、マスメディアがそうやってちゃんと監視をすればいいだけの話かなと思ってるんです。まあ第四の権力と言われるね、マスメディアなわけだから、しっかり自分たちの仕事を果たしてくれればいいんじゃないかなと思うんですよ。その国営放送がおかしなことを言い出したら、自分たちでね、ちゃんと調べて、その報道がおかしいよっていうことを我々市民に伝えてくれることによって、我々市民がその国営放送を管理する政府に対して、ね、選挙においてノーということを突きつけることができるわけなので、しっかりマスメディアが仕事してくれればいいだけなのかなというふうに思うんですね。まあ、それこそね、こういったことっていうのはマスコミのしっかり社会の公器としての役割だと思っているので、その役割をちゃんと果たしていただけますかっていうふうに思うだけですかね。はい、まあもちろんね、この方が言うように、国がね、何でもかんでも口を出して国の思い通りに動くような放送局でようになるかっていうと、まあそこまでね、あからさまにやるとは思ってない。多少のね、その誘導的なものは入る可能性はあると思うけれども、そういったものはしっかりね、他のマスメディア、民間のマスメディアがそれをね、しっかり我々に伝えてくれることによって、そういったものは我々の市民の手によって潰していくことができるんじゃないかなというふうには思っております。で、この方が最後に言ってるのが、娯楽番組は分社化して民営化したらどうすかねっていうことを、まあおっしゃっております。ただそれの問題点として、見る人多分少なくなるよねっていうことを言ってます。で、これを強制徴収の受信料として徴収するってなると、まあ、それがさ、100円であっても見たくないし払いたくないっていう人も出てくると思うんですっていうことなんですよ。いや、これこそさ、スクランブル化するべきだと思うし、もしくはサブスク化をしてね、スクランブルをかけてそれをね、払った人が見れるようにしていくっていうことが俺は大事だと思うんですよ。ただ NHK のさ、その娯楽番組を金払ってまで見たいっていう人がどれだけいるかっていうと、俺はね、ほとんどいないと思う。ただ無料で垂れ流ししてるからなんとなく見てる人はいるとは思うけれども、お金払って自発的に見たい人がいるかって言うと、俺はいないと思うんだよね。だって他に面白い番組たくさんあるもの。まあ我々の年代になるともうインターネットとかでね、いろんなコンテンツ見てると思うけれども、別にさ、受信料払ってね、こう決まった時間にさ、勝手にこう送ってくるような番組を見るんじゃなくて、自分の好きな時間帯にね、好きなコンテンツを見ることができるわけじゃないですか。そういう風になればさ、また NHK の見方は変わってくるとは思うけども、もう我々の生活スタイルにさ、合ってないんだよね、今のその放送っていう、テレビ放送っていうものが。だって我々がさ、その放送に合わせて行動しなきゃいけないわけじゃないですか。それってもう今の生き方とはさ、合ってないので、できればさ、俺らのその行動に合わせて放送がさ、そのいろいろ変わってくれないとさ、さすがに見る価値ないと思うんですよ。で、そうなると、その分社化してね、民営化したことによって規模を縮小してリストラ化しなきゃいけなくなるじゃないですかっていうことを、この筆者の方は言ってるわけですよ。そうすると、まあ社会的なね、影響も、まあ市場原理だとはいえたくさん影響が出るので、なかなか難しいお話だよねと。今すぐに、はい、やりましょうっていうふうにやってできるわけではなくて、いろんなね、影響を鑑みながら、こう少しずつ少しずつ時間をかけて、まあ、進めていく必要はやっぱりありますよねっていうことを、まあ述べていらっしゃるわけなので、そこについては同意です。はい、いきなりね、はい、今から分社化してやりますってやってね、そこで働いてる人たちの生活もあるわけだから、徐々にね、徐々に徐々に、まあ縮小していく方向で、まあ頑張っていただければいいかなというふうには正直思っているところです。
確かにね、 NHK っていうそのね組織としての体質は問題だけれども、やっぱりそこで働いている人たち一人一人にね全ての責任があるかっていうと、やっぱり多少の責任はあるかもしれないけれども、やっぱりそこで生きていかなきゃいけないからね、生活して生きていかなければいけない人たちもいるので、そういう人たちの生活を奪ってまでどうこうしたいかっていうと、そこまでは正直俺は思ってないんですよ。まあわかんないよ、あの NHK に働いてるやつは高級取ってふんぞり返ってやがって憎たらしいって思ってる人もいるかもしれないけれども、別に俺はそこまで思っていないので、いきなりねそういう人たちのこうはしごを外すようにして生活を奪ってしまうっていうことに関してはあまりいいとは私は思っていないので、徐々にねそういったところは進めていただきたいかなというふうには思っているところです。ただそれが進むかどうかっていうのは分かんないよ。ただそうなったらいいなというふうには思ってます。あ、こういうふうに NHK がねこういうふうになったらいいなっていうところはもう思っているところではあるんですけども、将来なるのかならないのかすらちょっと分かっていませんので、まあね NHK 問題に取り組んでいる方に関してはぜひね皆さん頑張っていただきたいなというふうに思っているところでございます。はい、ということでね、今日はですね NHK は税金で運営すべしというね、興味のある記事がございましたので、ちょっとご紹介をさせていただいて、私なりのご意見もね述べさせていただきました。皆さんね、何かねこういった問題に関して思うところございましたら、ぜひねコメント欄でコメント残していただければ大変嬉しく思います。あとはこの動画がいいなというふうに思っていただければ、ぜひチャンネル登録の方お願いします。以上。